エジマー、エドワルド・エスカローナは、ベネズエラ・バルガス州、ラグアイラ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。2004年9月8日に、コロラド・ロッキーズと契約。2006年、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ロッキーズで、プロデビュー。14試合に登板し、0勝2敗、防御率7.11だった。2007年は、ルーキー級、キャスパー・ロッキーズで18試合に登板し、 1>, 1勝1敗、1セーブ、防御率4.05だった。2008年は A 級アシュビルツーリスツで44試合に登板し、6勝2敗、1セーブ、防御率3.22だった。2009年は A 級モデストナッツで28試合に登板し、2勝0敗、防御率2.48だった。6月に A 級タルサドリラーズへ昇格。 31試合に登板し、1勝2敗4セーブ、防御率2.45だった。オフの11月20日に40人枠入りした。2010年3月5日にロッキーズと1年契約に合意。AAA 級コロラドスプリングススカイソックスで57試合に登板し、3勝5敗1セーブ、防御率6.00だった。九月三日にメジャー初昇格を果たし、九月十日の アリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。10点リードの8回表から登板し、1回を投げ、無安打無失点に抑えた。この年は5試合に登板し、防御率1.50だった。2011年3月3日にロッキーズと1年契約に合意。3月14日にトリプル A 級コロラドスプリングスへ移動した。7月1日にメジャーへ昇格。 同日のカンザスシティロイヤルズ戦で9点リードの9回から登板し、1回を1アンダム失点に抑えたが、7月2日にトリプル A 級へ降格。7月31日に最初を浮した。8月23日に回線筋鍵盤損傷のため15日間の故障者リスト入りし、9月9日に復帰した。この年は14試合に登板し、防御率1.75だった。 2012年3月3日にロッキーズと1年契約に合意。4月1日にトリプル A 級コロラドスプリングスへ移動した。4月17日にメジャーへ昇格。5月8日にトリプル A 級へ降格した。8月4日に再昇格したが、8月6日に右肘を故障し、8月11日に15日間の故障者リスト入りした。9月2日に復帰した。 この年は22試合に登板し、0勝1敗、防御率6.04だった。2013年3月5日にロッキーズと1年契約に合意。初めて開幕ロースターに名を連ねた。6月10日に右肘を故障し、6月11日に15日間の故障者リスト入りした。7月2日に復帰。8月23日にディーフとなり、8月29日に トリプル A 級コロラドスプリングスへ降格した。この年は37試合に登板し、1勝4敗、防御率5.67だった。11月5日に FA となった。2013年11月20日に、ボルチモアオリオールズと1年契約を結んだ。2014年3月30日に、右肩の故障で60日間の故障者リスト入りし、六月十二日に四十人枠を、 はずれ、トリプル A 級ーフォークタイズへ降格。6月23日に FA となった。7月2日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。9月1日に自由契約となる。2015年3月6日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結ぶが、4月3日に解雇となる。2015年4月30日にメキシカンリーグのサルティオ・サラペメーカーズと契約。 オフは、ベネズエラのウィンターリーグでプレー。2016年もサラペメーカーズでプレーするが、6月6日にリリースされた。6月13日にモンクローバスティーラーズと契約したが、2017年1月10日にリリースされた。2017年6月22日にラグナユニオンコットンファーマーズと契約したが、7月10日にリリースされた。以後は、 ベネズエラのウィンターリーグでプレーを続けている。ありがとうございます。